皆様こんにちは、魔女クッキーです。今日は JR 京都駅から一つ向こうの駅、梅小路京都西からの宅急便です。毎日暑いですね。なので今回も駅から徒歩2分、そんな駅近のランチを宅急便です。こんな感じで駅直結なので、お天気が悪い雨の日とかも楽々です。そしてスロープになっているので、スーツケースをゴロゴロしながらも楽々です。はい、もう見えてきました、京都ホテルエミオンさんです。今回ご紹介するお店は大阪にもあるんですが、ここは種類が豊富なのでびっくりしました。お隣にある丹波駅にある京都中央卸売市場からの、新鮮なお魚さんたちがいっぱいです。そしてお昼のメニューをご覧ください。もうすごくコスパ最強です。こんな感じでタッチパネルで選ぶのですが、この方が見やすいので、皆さんにこのメニューでご紹介させていただいております。夜のメニューもご覧ください。めちゃくちゃ豪華でリーズナブルです。皆様は、お寿司のネタでは何がお好きですか？よろしければコメント欄に書いて教えていただくと嬉しいです。私はちなみに一番はイカです。その次はサーモンです。高級なトロとかなんかそういうのは苦手です。迷いに迷ってこれにしました。お造り御膳です。大きな赤だしがついています。めちゃくちゃ具沢山です。お造り御膳1089円、税込みです。すんごいボリュームです。もりもりです。そして京都といえばハモです。ではいただきます。一体何種類入ってるのかな。そしてご飯はおかわり無料ではありません。そして赤だしの具は毎日変わるそうです。コンビはお魚と貝です。これはいつも一緒で種類が変わります。
これはマグロかな。そしてタコちゃんです。キラキラ光るのはアジかな。コハダっていうのかな。本当に何種類入ってるのか分かんないくらいお魚さん豊富です。キラキラ光るイクラも入っています。そして大好きなイカちゃんはもちもちしてました。大エビさんです。プリプリツヤツヤしてます。すごく魅力的なお造り御膳でしょ。しかしもっと人気一番があります。それは なんと税込み869円の握り寿司のセットがあるんです。昔私が大阪でいただいた時とお値段は変わっていないように思います。あ、これ一品料理の南蛮漬けがすごくさっぱりして美味しかったです。では一番人気ご紹介いたしますね。見てください、この大皿に盛られた大きなお寿司たち。そしてもちろん赤だしもついています。ではいただきます。どれもシャリからはみ出す勢いのネタです。とっても豪華です。大阪にも三級寿司はありますが、お皿も一回り大きいような気がします。お寿司のネタも赤だしのお魚さんと貝も日替わりに変わりますから、毎日通いたくなります。そしてこれ見てください、この卵重たかったです。ほんまにコスパ最強でした。そしていけすがあったんですけど、このお魚しか見えなかったです。もうちょっと透明だったらよかったな。サンキュー寿司さん、
美味しい時間を本当にありがとうございました。立秋が過ぎて、風がほんの少しだけ涼しく感じるようになりました。日の出、日の入りの雰囲気も少し変わってきましたね。でもまだまだ暑いです。皆さんご自愛ください。